はい、こんばんは。意外と好評の、大人クラブのお時間でございます。先日ですね、10人シングルという、10人中の、LP レコードサイズの、をシングルにした、ちょっと音質が良かったりするんですけど、のお話をしたんですが、ずっと探していたですね、シャバランクスという、レゲエのね、大御所がいるんですが、シャバランクスとマキシプリストが、デュエットした、ハウスコールという曲がありまして、これですね、12日シングル版を当時奇跡的に入手できたんですね。ですごく好きな曲だったんですが、今もうレコードをかけられるような環境がないのでずっと聴けないでいたんですね。で、ふとシャバランクスでずっと検索、YouTube 上で検索していましたところ、偶然にですね、このハウスコールの、12日シングル版の音源を発見しまして、こう願えば叶うものですね。びっくりしました。やはりですね、これはハウスコールって曲自体すごくいい曲で、いくつかバージョンがあるんですが、この12日シングル版バージョンだけやっぱり本当に幻の音源だったんですね。で、これどこの国の方なのかな、ちょっとわからないですが、ジャマイカの方なのかな、アップロードしてくださって、これは著作権に引っかからないんですね。でも今私が流すと多分問題になると思うんで、皆さんぜひ、ハウスコール、ハウスにコールですね。で、シャバランクスで検索かけてみてください。当時こういうレコードだじゃなかったと思うんですけど、白地にね、ハートマークの、これはテクニクスなのかな、のレコードプレーヤーの上に乗っかってるお皿がねあって、本当にこれ貴重な音源でやっと見つけたんで、嬉しくてね、こういう感じ好きかなっていう、人に送ったんですけど、気に入っていただけたようで、嬉しい限りでございます。実はですね、この曲はすごく思い出深くって、当時ですね、テレビ番組のエンディングのお仕事のお話が来ていて、この曲をパクりましたすいません、当時の方申し訳ないです。パクってですね、ツクツクタクツクツクツクタってブンツッカブンブンブンツッカブンっていうので、パクってしまいました。はい、当時はですね、パクったというそういう気持ちはないんですね。気づいたらあれ似てたみたいなね、だいたいそういうもんじゃないですか、楽曲って。あれ気づいたら影響を受けちゃってたみたいな、なので、今だからね、今だからパクったって言えるんですけど、当時はそういう意識は全くなかったですね。気づいたら似てたみたいなね、ツックツックタッカツックツックツックタンっていう、当時だと相当ゆっくりなテンポで、今でもゆっくりなテンポなんですけど、どちらかというとそこにこうベースラインをね、ブンツッカブンカブンカブンブンブンっていう、これね、実はエメラルドマウンテンの CM を作ったことあるんですけど、見事に落ちました。はい、
あまりに単純すぎてですね今聞くとちょっと恥ずかしいんですけどね、そんなもん無理だろうっていう、まあそんなもんです、多分今もそうなんだと思うんですけどね多分ずっと音楽家ってそんなもんだと思うんですね。昔を振り返るとうわ恥ずかしいな自分っていうことの本当に連続です、本当にね恥ずかしくなりますね。多分今やってることも恥ずかしい、後に恥ずかしく感じるんだと思うんですけど、もう今は今でもう毎日必死に生きてるんで、毎日ね、ギターを弾いて、こういう楽曲どうかなって日々トライアンドエラーしてるわけですけど、気づくとあんまり進歩してないなって思ったりもするんですね。なんか昔の楽曲の方が完成度高いなと思ったりとか、ご存知の方はご存知と思うんですけど、私記憶が3時間しか持たない、まあ、3時間約3時間しか持たない病気でして、忘れちゃうんですよね、ほぼ3時間で。で、昔の楽曲を聴いて自分の曲だっていうことが分かんないんですよね。自分の好きなように作った曲なんで、昔の曲を聴いてこの曲いいじゃんと思ったりして、そう自分の曲だったりするんですよねバカでしょそうなんですよ、そういうもんなんですよ。あれこの曲いいじゃんと思うと、あれこれ自分が作った曲だったみたいなね、そういうことがあったりします、なので、意外と同じとこをぐるぐる回ってて、なんかやることが一向に変わってないなと思ったりするんですけど、自分の昔の楽曲を聴くとまあ凝ってるなと思いますね。リズムパターンとか、まあ、当時は何て言うんですか、多分今と一曲にかけるその重みのウエイトの置き方が違ったと思うんですよね。すごく完成度を高く、今でも使ってるスタジオワンっていうソフトが出始めた頃なんで、すごくそのそれを使いこなして、結局全ての音源が入っているんで、キーボード一つでねほとんど一曲全部完成までできちゃうんで、それができることイコールいろんな仕事につながるって思っちゃったんですけど、そんなに甘いものではないんですよね。それ単にソフトウェアをオペレートできてるだけで、その当然そのソフトウェアを作った人はもっとオペレートできるわけで、で今はどうなったかというと、今もスタジオ版使わせていただいてるんですが、どんどん単純化してますね。ほとんどリズムパターンを打ち込んでも、それリズムパターンを打ち込む専門の方はもうとてつもなく作業が早いので、もう私はもうほとんどリズムはっていうので済ましてます。それ後にリズムパターンを打ち込むときに専門の方がそれをやってくださった方が全然効率がいいんですね。これぐらいのテンポでこんな感じのリズムですっていうのをこれで、でやっとけば、リズムパターンを作る方はね、もうああなるほどこういう感じねっていうんで、もうかっこいいのを作ってくれるわけですよ。今はキーボードも使わないそうです、オペレーターの方に聞いたんですけど、マウスでガチャガチャガチャってやるともうすごいのがタカタカタカってきちゃう、そういう方にはかなわないんで、もうリズムの感じだけをこうシェイカー1個で、これ多分200円だと思うんですけど これ本当に1個あると便利です。いろんなね、いろいろ使えるんで、これ1個持っとくとね便利です。なんとなくこれで
リズムセクションができるんで、あとはもう身の回りにあるお茶碗とかですね、そういうものを叩いてもそれっぽく聞こえるぐらいじゃないとダメですね。そのドラムセットがないとドラムがリズムセクションができないとか、そういう考えだとやはり先へ進めないですね。エリック・クラプトンさんの曲でもジッポライターだけでリズムセクションを作ってる曲があって、あ、これはナイスアイデアだな。実際はジッポライターの音じゃないと思うんですけど、サンプリングした音だと思うんですけど、PV の中でね、ジッポライターをカチャクシッカチャクシッってやってるんで、そういう風に聞こえるわけですよ。で、意外とその名曲の中にリズムパターンが凝ってないというか、タンバリン一つとかね、あとはシェイカー一つとか、そういう曲が多かったりするので、私もできるだけリズムセクションに関してはどんどん単純化してます、はい。結局のところ、じゃあその作曲家は何をするのかっていうと、作曲をすればいいわけですよ。曲を作ればいいわけですね。あとの部分っていうのは、その専門の方はそれぞれいらっしゃるんで、そういう方に、やっていただくのが、一番よろしいと思います、はい。やっぱ専門の人にはかなわないんですよ。なので、自分が一体何になりたいのか、ギタリストになりたいだったら、もうひたすらギターが弾ければそれでいいわけですね。それは誰よりも弾けなきゃダメなわけですよ。中途半端にうまいとかね、中途半端に何か弾けるとかだとすごい人には勝てないわけですよ、ね。じゃあピッキングって言ったらアルデュメロぐらいピッキングがブルルルルルってできないとアルデュメロに仕事がいっちゃうんだって。そう、中途半端にピッキングできてもそこにあんまり活路はないんですね。もうアルディメオラがいる以上、アルディメオラより正確にピッキングする人って聞いたことがないですしね。で、フラメンコやるんだったらパコデルシアよりフラメンコは弾けないで、まあパコ死んじゃったんでいいのかもしれないですけど、結局オリジナリティになるんですよね。自分で下手だなとか、自分のプレイ聞いて変だなと思ったら、それはもうそこに活路を見出した方がいいですね。誰にも真似できないものっていうところに、人は何かその対価を支払うんだって、誰かに似てるとかだったらその人に頼んじゃうわけ。誰にも似てないプレイができるっていうのは強みだと思います。そうやって自分を無理やり納得させましょう。ここら辺がですね、若干昔より大人になったかなと思います。この写真に写ってる頃の、これ恥ずかしいな、これもう真似してる感満載がね、こういうのが恥ずかしいんですよね。もう右手のピッキングの感じとかね、もうまあアラン・ホールズバースの真似してるなっていうのを見ると分かるわけです。もう若かりし頃の自分はアラン・ホールズバースでしたね。そんなことも忘れちゃってるんですよね。だから友達に写真見せられて、こうだったじゃんって言われて、そうだっけみたいな、俺そうだっけみたいなぐらいに記憶がなくなっちゃうんですよね。これ本当になんかね、昔の写真とか見ると自分でびっくりしますね。髪の毛長かったりね。ちょっと最初からも私はこんなにこうハゲて、こんなね、ジョン・スコフィールド・ジジだったわけじゃなくてですね、もうふさふさに毛があってですね、もうブワーロン毛な時代があったわけですよ。でジャーってやってた時代もあったわけです、ね。でよく YouTube でハゲ治療薬のCM を流されるんですけど、もう今更そのハゲ治療とか特に皮膚が荒れたりするんでね、それの治療は してます。お薬をもらってね、頭皮が
頭皮が剥けちゃったんで、あ、ベロってね、ちょっと諸事情ありまして、でそれの治療ではあのお薬使ってこうね、あ、治してますけど、今更その毛があろうがなかろうがあんまりその変わんないわけですよ。もうおじいさんなんでね、なので、そういう CM を見て、そのなんかふさふさだからモテるとかね、ハゲだからモテないとか、そういうことはないと思います。ちなみに私はモテませんけどやっぱハゲだからかなかもしれないですね。まあ、毛がある方があの女性は好きなのかもしれないですけど、まあでもそんなにね、もう十分でございますというわけで、今日のお話はですね、戻るんですが、レゲエ、ダンスホールって、ダンスホールレゲエですね。もう片やボブ・マーリーが、まあいわゆる古典的なレゲエの神様だとしたら、まあ、近代的な、ね、ダンスホールの神様のシャバランクスでしょうね。すごくもうある意味レゲエというものをちょっとこう聞きやすくして世界に広げた感がありますね。どうしてもあのボブ・マーリーの場合だと宗教色が入ってちゃうんですよね。これお話ししても信じてもらえなかったんですけど、髪の毛切っちゃいけない宗教なんですね、ジャマイカのね。なんでどうしてもそこに宗教色が入ってしまうんで、世界に広がる中でどうしても受け入れがたい人たちっていうのはいるわけですけど、シャバランクスの場合その宗教色がないっていうのと、ある意味そのラップ的に捉えばラッパーとも取れるわけですよ。私たちは、ね、ダンスホールレゲエって呼んでますが、そのやっぱりその今のラップをやられてる方もやっぱシャバランクスの影響を受けてるなっていう方はやっぱり結構いますしね。韻の踏み方とかね。なので、人はやっぱり必ず影響っていうのは人に受けるのです。特に自分の好きな人はね、尊敬してる人の影響を受けるのです。それはそれで仕方がないと思いますけど、まあ、できるだけ、オリジナリティを持ってね、自分しかできないことっていうのを追求していくとよろしいかなと思います。今日の大人クラブ、もう朝の4時なんですが、そろそろ、皆さんお休みの時間かと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。なかなか人生山あり谷あり、厳しいですが、みんな頑張っていきましょう。それではまた。